初にお目にかかります。私の名前はマルボルク城。この信仰心を持ってあなたの力となりましょう。それでは団長、まずは今日の祈りを捧げましょうか。優しく。団長、こそばゆいです。ん？何何？無知の音聞かせてあげる。荘厳なる英知の神髄お見せいたします。無知の音聞かせてあげる。無知の音聞かせてあげる。無知の音聞かせてあげる。無知の音聞かせた。荘厳なる英知の神髄お見せいたします。ちょっと痛いかも、ごめんね。そんなことされたらときめいちゃいますよ。荘厳なる英知の愛し合う二人ならこの試練をきっと乗り越えられます。愛の力、愛し合う愛の力見せてあげます。愛し合う二人ならこの荘厳なる英知の神髄愛の力見せてあげます。愛し合う二人ならこの試練をきっと乗り越えられます。これが果たし合いですね。見て見て、ハトちゃんの真似。荘厳なる英知の神髄お見せいたします。よし、これで解決。出てしまいました。殿のもとへは行かせない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 。何があっても私が幸せにするんだから。よし、これでか。これが果たし合いですね。空の旅へご案内。継承されし古き力。無知の音聞かせてあげる。ここから先は容赦しませんからね。ん？何何？殿を守る力を。殿のもとへは行かせない。何があっても私が幸せにするんだから。ポッポー、ハートハートポッポー、ハートハートポッポー。これが愛の力見せてあげます。ハートハートポッポー、ハートハートポッポー。ミラクルハトクルヘバブになーれ。継承されし古き力解放いたします。無知の音聞かせてあげる。団長、こそばゆいです。ここから先は容赦。ここから先は容赦しません。ここから先は容赦しません。ここから先は容赦し。ここから先は容赦しませんからね。信ずる心、皆を守る力となれ。空の旅へご案内。さすがは団長です。思わず見とれてしまいました。